雨これ強くなるから傘。俺さ軽く見えるでしょ。本当に軽いよ。軽そうじゃなくて。あなたはただ人に好かれてるって感じが好きなのよ。そういう感じだけで、そういうムードだけが欲しくて、そんなの嘘よ。最低。それってミクちゃんもしかして僕のこと好き好き大好きってこと。知らないんだ。カラオケはね、ストレスにいいんだよ。あのね、大きい声出すとね、脳からアルファ波が出てね。ストレス溜まってないから。みほ、付き合い悪い。まだ気になるんだ、新谷さんのこと。そんなことない。変なこと言わないで。じゃあ行こう。決まり。私がいるとのんびりできない？そんなことないけど、なんかない？一人でいたいときって。
私は見事ならいつでも一緒にいたい。そんなこと言われても。あー、ミは私のこと愛してないでしょ。何言ってんのよ。邪険にしてる。そんなことないわよ。してる。愛してない証拠。愛してます愛してます愛してます。ミホ分かってない。私にはミホしかいないの。どうしたの？京子変だよ。変なのはミホの方。一人暮らし始めてからなんかずっと変。そんなことない。私はただ今日は一人でいたい。正確に言うと一人暮らし始めてからじゃない。新谷さんに会ってからミホはずっと。あの人の話はやめて。私帰る。ミホ、可愛いな。誰が？美穂さんですよ。ああ、そうだよな。だが、いや、俺はなんかちょっとお前とはタイプが違うからな。新谷さん、俺はデートしてみて分かったんですけど、うん、やっぱり彼女と結婚。結婚？まあ、考えてるのか、結婚。はい、もちろん。いや、もちろんってお前、相手の気持ちだったもんだ。美穂さんならきっと同じ気持ちですよ。なんで？デート楽しかったし。本当に何ですか？いや、なんだ。井の頭公園でデートして最後にあそこ、ほら、魚活、あそこでご飯食べたんです。魚活なんてお前なんでまた魚活なんか行ったんだ。いや、他に良さそうなところ知らないし、あそこならほら、何でも頼んでって言えるし。ケチだな。ケチって、いくら好きでもない袖は増えませんから。最初のデートがいいじゃないか。いや、まあ、遊びならいくらでも贅沢なデートがいいんですけど、この先長いですからね。結婚となればなおさら釣った魚に餌をやらなくなったって思われるのもあれですから、最初から無理するの嫌なんです。そういうもんか。新谷さんち行ったんですよ。ああ、俺桑原さんと思ってた。ちょっと待ってたんですけどね。二人？いや、美穂さんは先帰りました。あの、実は可愛かったな美穂さん。よかったな、お前はうまくいって。はい、新谷さんのおかげです。作らなきゃ嫌いになっちゃうの？そんなことない。じゃあいいじゃん。何を作ってる？いいよ。じゃあ、これ作ってない。ありがとうございます。女の子にそういうこと言わせて満足？そんなの嘘よ、最低。よいしょ。最低だよな。よいしょ。作ります。ミオさん待っててください。いや、あの、ちょっと急に来られても。
部屋汚いし。そんなこと気にしませんよ。そのまま気をつかないで、ね、先は長いんだ。とにかく今日は帰ってください。え、なんで？なんでって疲れてるし何も食べたくないんです。だからまた今度、ね、じゃあ帰りなさい。ゆうさん、部屋汚いって恥ずかしがり屋だな。まあいいか。デートしなきゃよかった。いればいいじゃない。京子、夜はね、太陽晩予約してあるの。切るね、彼いるから。金子さん、違うわよ、頑張っていいじゃない。京子、何怒ってんの。
帰らないと。今日待ってるといけないから。あ、そうですか。じゃあここで。あ、駅まで一緒に行きましょうよ。あ、そうよね。またデートしたのか。急に電話かかってきて遊園地に行ったんです。そっか、よかったな。新谷さんとこ夜からって誘ったんですけど、なんだか京子ちゃんと用があるって。そっか。あ、お前それよりスーツだってな。スーツスーツスーツ。これこれいいんですか。全然もう切れない。はい、なんかほとんど新品って感じじゃないですか。いいんだよ、俺ももう30だしな。もうここら辺でちょっとシックに決めようかと思ってね。あとはな、いやーなんかいっぱいもらっちゃって。もういいよ、どっかのお姉ちゃん1月ぐらい紹介してくれよ。ありがとうございます。どうも、気をつけてな。はい、ごゆっくり。どうした、一人分のご飯作るの嫌になっちゃった。一人暮らしって結構寂しいもんですね。何だと思ってたの。この間家帰ったんです。怒られた。どうしてわかるんですか。なんて言ってた。お母さん。お父さん。お前は誰に何を証明しようとしてるんだって。何を誰に証明しようとしてるの。別にそんなことないけど。なんか家帰ったら余計寂しくなっちゃって。まだ家出て1ヶ月も経ってないのに、リン、あ、うちの猫なんですけど、私のこと忘れてて抱こうとしたら引っかくんです。前使ってた部屋は妹が好きなように模様替えしてて、なんか私の帰る場所がないっていうか。当たり前じゃない、あなた家出たんだもの。え、甘いんじゃない。あなた一人暮らしやめたら。どうしてですか。自分のことしか考えてないじゃない。あなたは恋愛に対してもそうでしょ。そんなことありません。そう？どうしてそんな意地悪なこと言うんですか。知りたい？知る権利あると思いますけど。あなたが真剣に生きようとしてないから。悪いんだけど、お店閉めるから帰ってくれる？あ、いいわ。ネジ閉めちゃったからまた今度で。おやすみ。何よ。新谷さんちって言ったこと。ああ。気にしなくていいから。
そういう子なんだよあの子。だって新谷さんに告白したすぐ後には千代君とデートしてるでしょ。だからそういうことなんだよ。そういうことって新谷さんじゃなくてもいいってこと。恋にね恋しちゃってんだよ。だから心配するだけ無駄。翔くんとだっていつまで続くか。ショック。いや別に、ただ千代が不良なのよあの子。だから本当の恋愛なんて求めてない。ただね撃沈マークが欲しいだけ。撃沈マーク。自分のこと好きって言わせた数、新谷さんとは失敗して悔しかったんじゃないかな。言わせようとしたらあなたがなかなか言わないんでじれって自分から言っちゃったみたいな。自滅ってやつ。そうかな。昔からそうよあの子は。相手に好きって言わせてそしたら満足だよ。だからあの子も何とも思ってないし新谷さんも気にしないで。なんかいろいろ飲むな。うんうん、なんかこっちの方が引き止めちゃったみたいで。相談乗ってもらっちゃったみたいな、こっちが。じゃあ、今度奢ってください。お、オッケーラッキー。じゃあな。じゃあね。激沈マークか。大丈夫かもしれない。そうか。じゃあね。ちょっと待って。そうか。ただいま。レシゼロ分です。留守電もない。手紙も来ない。一人暮らしだって言うのもない。私がこの世に存在してるって皆さん忘れてませんか。花口美穂は生きてます。ねえ、一人暮らしするって一人ごと言うようになると本当だ。怖い。メイ、あ、お姉ちゃん電話しようと思ってたんだ。なんで。だってこの間。あ、平気平気。お父さんなんか言ってた。あ、何も言ってないけどお母さんに怒られてたよ。
ねえ、そんなことよりさ、この前貸してた3万円返して。受験終わってからでいいって言ってたじゃん。一人暮らしはね、何かと物入りなの。贅沢してんじゃないの、毎日外食とか。そんなことないわよ。今日だってね、ちゃんとカレー作って食べました。一人で？そうよ。なんか寂しいって感じ。そんなことないよ。いいよ、一人暮らし、自由で気ままで。あ、キャッチだ、ごめん。ねえお姉ちゃん、また帰っておいで。お父さんさ、あれでも心配してんだから。じゃあね。営業で近くにいるんですけど、ちょっと会いませんか。あの今ちょっとお風呂入ってて、だからあのまた今度。じゃあね。会いたかったな、お風呂上がりの美穂ちゃんって。まずいよな。社長、これ最後です。はい、よし。ほんまありがとうな、こんな遅まで。なんだ社長、水草、うん、よいしょ、まあ飲んでいきや。すいません、小原さん、全くダメなんですか。アルコール。酒屋の主人が元気じゃ話ならまだ。そうっすよね。そんなことないっすよ。いますよ、花粉症の花屋とか、サバアレルギーの魚屋とか、ベジタリアンの焼肉屋とか。あははははは。しゃけどなんやな、こんなやって独身男3人で茶飲んでるのもあるやな。お前ら結婚せんのか。こいつはするんですよ。いやこすいません、ちょっと僕これで。あ、これからその子んとこ。違いますよ、仕事っすよ。こんな長いな、嘘つかんで。ほんまでんかな。じゃあな。あ、じゃあ失礼します。頑張って。はい、いただきます。しかしお前あれやな、よう働くな。そんなことないですよ。なんでや。なんで。いや、そんなしてまで働く理由。何でしょうね。好きなんか。いや、好きとは違いますよ。あの中ねや。いや、うち給料安いですもん。じゃあなんで。あっちこっち回って一日中頭ペコペコ下げて何がおもろいに。なんか分かる気がするからですかね。せっかくに言うと何なんだかその意味が知りたいから、分かりたいから、まあとりあえず一生懸命やってるって感じですよ。ああ、あります。分かる。ほら、そこに山があるか登るみたいな。人種が違うな、これはな。お前完璧に言ってもてるわ。もうそんなことないっすよ。え、人類みんな兄弟中じゃないですか。お前と兄弟は勘弁してや。そんなこと言わなくてね、兄貴。いやいや、兄貴。いや兄貴。美穂、私どうしたの。ごめんね、急に。うん、はい。あ、ベッド来たんだ。うん、部屋狭くなっちゃったね。まあね。あ、今日ご飯何作ったの。カレー。あ、お腹空いてたらあるよ、食べる。あら、うわ、これ食べるの3日かかるね。たくさん作った方が美味しいじゃん、カレーって。うん、何これ、育ててんの。うん、でもこれ腐ってるよ。本当。本当だ。いや、シンスじゃないんだから、こんなんで育つわけないでしょ。だって芽が出てたから。バカだね。泊まっていい？いいけど。なんかあった？おじさん送ってくれたのはいいんだけど、お父さん見てたみたいで。見てたの？疑われて。疑われてって？あ、まあ不倫は見ての通り不倫なんだけどね。そういう意味じゃ。うん、いろいろ尋問されて責められて、まるで犯人扱い。あ、じゃあだから止めて。止まっていきなさい。
あの無事見ようか。ねえ、私が初めてこのベッドに寝るの。そうだよ。よかった。他に誰もいないし、翔くんとか。やめて。デートしたんでしょ。自己嫌悪。どうして。なんか利用しちゃったって感じで。珍しいよね、ミホにしても。関係ないって京子が言ったけど、本当はちょっと新谷さんのこと引きずってて、なんていうかちょっとやけっていうか、そんな好きってわけじゃなかったんだけど、なんかの弾みでああいうこと言っちゃって、なんていうの、自分の言葉に縛られるっていうか、自己暗示にかかるっていうか。好きなの。寂しかったんだと思う。一人暮らし始めて楽しいことばっかりじゃないし、お金とか食事とか洗濯とか生活実感しちゃって、なんか将来のことが急にリアルに思えて不安っていうの。誰かいたらいいなって。家にいる時ってあんまり思わなかった。でもそれって多分誰かいつもそこにいてくれたからなんだよね。私がいつもいてあげる。ありがとう。一緒に暮らそうか。え？私も家居づらくなったし。うん。二人なら寂しくないし、お金もちょっと楽になる。でも私引っ越したばっかりだし、ここに二人は狭いもんね。あ、そうだよ。でも京子と住めたら楽しいだろうな。ね。土が濡れる程度、それから太陽に当ててあげて。はい。彼のところとか泊まったりして水忘れると枯れちゃうよ。それは大丈夫。この子失恋したばかりで彼いないか。京子。そうなんだ。はい。ひどかったよ、親に言えない人と付き合ってるのかって。え、今から。うん、わかった。じゃあ金子さん、うん、ちょっと行ってくる。あ、ごめん、カレー冷凍しといて。はい、じゃあね、はい、おやすみなさい。またいらっしゃい。三越デパートの靴売り場だっけ。はい。今度私も靴欲しいから買いに行っていいかな。はい、いつでも来てください。失恋したの。別にそんなんじゃありません。あの、私帰ります。おいくらですか。いいわ、まだこの間のがあるから。こんばんは。いらっしゃいませ。あ、ねえ、今日配達できなかったの。だからこれお願いしてもいいかな。あ、いいでしょ、どうぞ。みおちゃんち。あ、あの、いいです、急いでないですから、明日で。いいよ、持ってく。おい、ゆっくり行ってごらん、ゆっくりと。はい、はい。大丈夫です。すぐそこじゃない。どんな
レアンだからさ。先に行って待っててください。バカ言うなよ。バカって言わないでください。乗れよ。失せないダメじゃないかな。だったら、はい、飛行検査だよね。いや、もうやってないだろ。どうする？警察かな。 あっち行ったとこに交番あった。よし、明日保健所開くまでってもね、死んだ猫でしょ。犬ならともかく引き取ってもらえないよ。どうしてですか？普通道端で猫死んでても保健所とかは持っていかないでしょ。そうですけど。道の真ん中に引かれてたんです。あのままじゃ死んでても何度も何度も車に通られてたら痛いでしょ。まあ、気持ちはわかるけど、あとは廃棄物ってことになっちゃうんだよね。生ゴミ明日だよな。明日清掃車が来るときにそれ出しとくから。え、ちょっと待ってくださいよ。これゴミじゃないんですよ。でもこうなっちゃうとね、ゴミ扱いというか。どこ埋められるとこないでしょ。埋めるとこ公園だって今はちょっと掘ればすぐコンクリートだし。とにかくここで預かることもできるけど。お願いします。はい。猫がいてリンって言うんだけど、ちょっと似てて、だからなんかごめんなさい。謝ることじゃない。猫なのにちゃんとさっきまできっと走ったりネズミ取ったりして生きてたのに、生ゴミと一緒になっちゃうなんて。死んだからゴミ屋さんに持ってかれて生ゴミと一緒に持ってかれちゃうなんて。ひでえ話だよな。ごめん。Thank you.
したのはいつの日か外したフレームアートの壁の白さ思い出が遠いこと教えてる上手に後悔するためにトイレ二人はひたすら回り込むどうしてキスしたのテーブルはそのままに愛だけが流れ去り今日そんなこと聞かないだろう私は聞きたい。